お疲れちゃんスラットです。今日はですね、こちらマジアチャゴブドリやっていきたいと思います。ということでね、今日はゴブドリやっていくんですけども、本当はねマジアチャオールブレイカーをやりたかったんですよ。そう、まあこんな方かな、マジアチャオールブレイカーと言ったら、そうコメントとかでも結構オールブレイカーやってほしいみたいなのあったんですけども、今の環境マジでマジアチャウェブね全然なんですよ。そう、本当に世界トップで使ってる人は一人だけですね。はい、一人しかいなくて、もうレミ入りっていうのは本当にもうそのデッキをずっと使ってこう極めてる人以外上がってる人いません。はい、いなくてみんなゴブドリなんですよ。そう、でもやっぱディガーよりもゴブドリの方がね、今の環境守りでも使えますし、やっぱ防衛が難しいですね。本当にどんだけ上手い人でもゴブドリを毎回完封っていうのは本当にできない。マジで強いので。なんか飛ばすだけでダメージ入るっていうのがね、まあ今ゴブドリがねめっちゃ流行ってる理由かなと、まあ、いうことで、今日はマジアチャドリルでやっていきます。さあ、でマジアチャドリルもてか、まあドリル自体すごい形の種類があるんですけども、まあこれインフェがもともとはボムかな、ボムでもいいんだけど、ぶっちゃけインフェじゃないと空きついし、インフェの方がすごい防衛が楽ですね。空にもまあ大型系にも。なのでインフェでやっていきます。インフェの方がおすすめです。さあドリル来ましたね。これマジでね、最高のアドバイスというか、もう絶対これ知っとくだけでいいよっていうのをするんですけど、教えるんですけど、これゴブドリの飛ばす位置なんですけど、これもう真正面でいいです。はい。これだけです。これを真正面に飛ばすと、これ見てわかるんですけど、この後のこれ。このゴブリンがチクッ、ほらこれのね120がもうぶっ壊れなんですよね。はい、大会レベルで120なんで、マルチだともう毎回ね140-150ぐらいそう一発入るんで、まあそれがね、マジいかれてるんですよ今。よいしょ、さすがにここはマジアチ処理したいなっていうので、基本的にゴブドリはもうタワーの真ん前ですね。はい、相手がもう、あ、こいつ真ん前しか飛ばさないって分かっているとしても真ん前です。はい、とりあえず真ん前に出しておけば確定ダメージ入りやすいですね。うん、あれかわいい、真ん前だったけどね。それもさすがにそれはやってますね。お主これも真ん前ですね。まあなんか、まあ、デッキによってはなんだろうな、デッキとか本当流れとかタイミングによってはすごいねタワー裏に出すとかいろいろあるかもしれないんですけども、基本的にはねもう真ん前出しておくだけで勝手にゴブリン入るんで、真ん前と、あともう一個は外ですね。そう、外側にはあり、でこれ2択ですね。ドリルを飛ばす位置は2択で、まあ、内側もねごくまれにいるんですけど、個人的にあんまそのメリットが分かってはいないって感じかな。正面か外、相手がバルキリーとかを毎回早いタイミングで出してくるみたいな、そういう時には外でもいいんですけど、もう基本的に前出しておくだけで、これゴブリンがこれ勝手にほら殴ってくれる。あれ殴ってねえな、ね、よいしょ。さあ、でここは防衛のゴルナイダシ、エムできそうだね。あ、エムできませんでした。だから前に来るとこれをね拾うのがむずいんですよ、これ。はいはい、一発今ね拾えなかったですけど、まあ、みたいなんで、まあ、毎回拾うのが、ね、すごい難しいんですよね。なんか前に飛ばしとくなんですよ、これ。はい、飛ばすだけでもうダメージ確定みたいな。なんならトルネコリなんだ、トルネミランカだ、これ。はい、見ましたね。さあ、で回転も早い、で相手によってはこんな感じ、インフェも出さなくても良さそうだけど、ワンチャン出しても良さそう今は。裏とかだとね、やっぱ対応しやすいんでな、本当にファイスキーからのとか、だんだんファイスキーだけでもよかったですね。はい、ちょっとダメージ追いつかれてますけど、一旦打ちこうぜ、俺。まあ、マジアチ低めからの、まあ、どれでもいっちゃっていいですよね。だからレッツラゴー。こういうのもトレネでね、後ろ下げるとこもありだけど、いやいや、でかっ。同じことしそうだな。やばい、俺が走んな。マジやばい。うわ、マジやばい。はぎる。やばい。やめてー。いや、ここは、どうしよう。さあ、施設で、拾え。いやー、ここのゴルナイで拾えないのも痛いよね。よし。ちょっと一回ね、横ぐらいにして、
まあ、前か横っすね。さあ、トルネコルナイ警戒かな。もう強制ダメージ。いやもうこれが強すぎて、もうマジアチャウォールブレイカーだと、このマジアチャドリルの上位互換にしばかれるんでね。そう、今の環境マジで辛いです。マジマジアチャゴルナイドリルゲーですね。おー、ランバルフリーズだ。これ、ちょっとね、油断してたら、バルーンフリーズ決められるんで、ね。フリーズとかね、使うならバッチマジでつけない方がいいと思うんですけどね。ハンデ勝つ。ファイスピー、おーマイグッネス、エリジャーやないか、バッチ外したもん、ね、さあバイダンドリル飛ばしても前ですね、本当に前飛ばしとくと、これがもうパツ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 絶対いいんだよ。よし、さあ、あのゴルナイはね、スケーカーなんかでこの辺に外したいですね。走ってきそうなんで、走ってこないでと祈りながら、走ってこないでのファイスピー。いや全然走らんやん、もうちょっと走れやん。マジで歩くゴルナイですね。で、僕のゴルナイも結構歩くんですよ。走らないタイプのゴルナイなんですけど、走り毒みたいなとこあるんですよ。さあ、さすがこれはインフェが回りそう。ちょっと高くなったけど、まあトルネもあるからな。さあ、おいしい、これは芝トルネ。おい、お前のミスだ。俺に八つ当たりしてくんじゃねえよ。ひゅひゅひゅ。でも口が吹けないんすよね。そう。なんか、吹けない。ただの風やん。そう、だから口笛吹ける人ね、羨ましいんすよね。みかんさんとかもすごい上手いね。なんかもう、日常の一部だよ。みかんさんといえば口笛ってなるぐらい口笛吹いてるんですよ。そう。いや、うまいからいいなぁと思いながら。まあ、この相手は、勝てそうだな。ゴールデンナイツ。まあ、この終盤のダメージでかいですね。で、エレジャイで相手、ライトニングでしたね。ライトだったんで。まあ、なんだろ、ユニット、マジアチと施設離して、みたいな。さあ、もうこれがね、だから入るんですよ。これがもう強い、前だった。マジ、後ろとか出してるとね、そういうのも全部一発も入らないんで、この、ただのラッキーの一発を何回も飛ばしておけばいっぱい。ラッキーだけで、だってゴブリンがさ、10発ぐらい殴るわけですよ。ラッキーだけで。そんなんもう飛ばしとくじゃん、つってね。さあ、わかんない。このライトでも打ってくんのか、突破できるかい、止まっちまうぜ。いいね。それ。すごいいっぱいあるけど、タワーが。いや、マジで硬い。で、エリジャイミラー来ても、行きますよ。インフェ置いて、GG だ。諦めたんですかね。オッケー、さあ、ニューゲーム。まあ、ゴルナイ持ってなかったらもう、いや、ゴルナイはね、マジで。あ、持ってないならもう、そのマジアチャじゃないドリルを使うしかないですね。マジアチャプラスのゴルナイがもう壊れてるんで。持ってないならね、もう縦線、バルキリー、オールブレイカーとかもちょっと違う方にする説があります。さあ、ホグクエイクのプロフィールですが、だから参考になんねえな、これ。バッチのやつ、全然違う人多いんですけど、あ、でもこれ、本物来た！しかも、キング起動だ、美味しい。で、こっからはね、やっぱホグとかに対しても、結局スケとかファイスピとかあると、ダメージ通りにくいんですけど、このマジで本当にここに出しておくだけでいいんですよ。で、まあ、ファイスピとかね、一緒に飛ばしてもいいですよ。これを完全に拾えるのか美味しい。あ、拾えてんな。あ、ちょっと待って、ミスった。やばい。痛い。ガチ痛い。マジで血抜けばよかった。いやー、ここはホグ来そうですね。ティーン。さあ、インフェで守ったり、トルネで守ったり、あとはもうドリル飛ばしてバルキリー出してくれたら、もうそこをマジアチャリ抜くだけ。もう1個作るっすよね、それ。そう、歩くんっすよね、僕のゴルナイ。走らせればいいんですけどね、結構その1コス無駄になるの嫌じゃんっていうので、すぐスキルを使わないためです。さあ、で、ここはまあおとなしくバルキリー使ってもらってね。これでも入んねえよ。おぉ、いい位置だね。よいしょ。強すぎ。強すぎ。
いや、これはまあ強みっすよね、マジ。やばい、あぶねー、おめー、ちょっとだけ早かったかなと思って、これだって真ん中につけが一回もないじゃないですか、真ん中のゴール内にからの、そう、ここで走ればいい、いけ、避けろ、避けてく、そう、だからワンクッション置いた方がいいですね、やっぱゴール内橋渡ったすぐは絶対、まあ絶対ではないけど、やっぱ1コス系のああいうユニットが出てきやすいので、ワンクッション置いてから走るとゴール内のダッシュも刺さりやすいよね、強い。じゃあ、まあこれも同じようにしとけばいいんじゃね、ヤンキームーブ、さらなるヤンキードドスクラッシュ、やばっ、やばいでしょもうもうクロロはね、なんか今までもうスケルトンラッシュとか、あとこの強制ダメージ与えれるカードはね強い、まあランダム性というか運要素があるカードですね、まあ、それが今までだったらスケラぐらいだったかな、マジで運要素、そう、枠玉わかんない、ランダムだから爆発するときは刺さるし、刺さんないときは刺さんないし、けどやっぱその運要素がまあね、僕もすごい好きですけど、いや強いしみたいな、まあ、さっきなんかゴルフはまだ似たものをね感じる、そう、運要素結構高め、まあ運よりもこれも壊れですけど、ただうん、なんかね本気で強すぎるし、もう対応不可能っていうのが難しいですね。まあトルネマジアちゃんも同じようなもんですし、うんと思うけど、トルネマジアちゃんだと施設でね対応できるんですよ、端前施設でマジアちゃん警戒けど、トルネゴルナイの場合施設置いても飛んで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 っちゃうんで、トルネゴルナイの対処法がぶっちゃけないわけですよ。さあこれもう一個いるかな、あー痛い、これも一発マジ痛いな、ゴブドリ抜け下手なんですよね。さあ同じようなデッキです、稼いじゃおう。まあ今回の相手はキョスケの、あーこれ入っちゃうのか、おお危ない、キョスケのマジアチャドリルですね。なんで僕がちょっと高回転なマジアチャドリル、相手はちょっと遅めな、そう、キョスケドリルですね。いやー反応がめっちゃいいな。さあまあインフェ置いて、キョスケはインフェ、ドリルはファイスピュットはスケファイスピとか、まあスケウッドとかかな。これインフェ残しておきたいな、残ってるだけで相手ちょっと厄介じゃない、大体トルネウッドなんで呪文が。で、僕もトルネウッドなんで、お互いマジックアーチャーが最強ですよ。なんで、できるだけマジアッチャーは多めに出していきたいかな。あとドリルの受けも相手そんな優秀ではないと思うので。で、一旦ここはさ、よいしょ。え？これなんて拾えねえんだ。ホームビジターみたいなやつ。さあ走ってくるかな、ちょっと角度を変えてタワーに抜いてほしい、おお通り抜けてる、走ってらっしゃい、これ陸くなくない、いやいい、さあ攻撃速度を間違いなくこうした方がいいですね、あのカードは、よいしょ、さてドリル回ってくるたび飛ばしとけばまあいいことあるよっつって、いやーこのマジでちょっと逆だったかな、もったいないです。さあ、インフを置いて、これちょっと怖いっすね、こっから。マジアチャがね、もうお互いいるんでね、それはお互い様なんですけど。さあ、ファイスピも添えてあげてね。うわ、いいマジアチャだ。お願い、トルネ使うな、ちょっとシャシャったかな、ファイスで、いや拾えない、これ逆だ、右側だったら拾えるやつだったら、マシャシャで抜いてもおしゃれですよ、いやー許容できる。さあダメージは5分、ゴルネ走りそうだな、すごい、うわすごいすごい、いや多分いっちゃうよ、
で、これさっきから挙助を前に出されて受けられてるんで、あ、これ待って、奥行きすぎた。ちょっとだけ横にと思ったんですけど、ちょっとどころじゃない。これが良くないです。もう一個横ぐらいでよく。さあ、ちょっとずつ怖くなってきましたよね。怖くなってくる。いやーでも耐えれる。いやーマジでいい試合してる。いやーこれでかい。裏に来るとすごい対応しやすい。さあからのこれ、これで来るない来るぞ俺。これでマジで無理やりでも来たい。ちょっとだけダメージが過ぎたい。いやでかいでかい、ね、ちょっとどころじゃねえ。バカ入る。さからのコストをちょっとあんま戻さないよね。まあ無理はしなくていいか。俺のがこれちょっとやっぱ回転配分リードだから。よし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 、一生一生攻める。しかもゴールデンなあ、よくタワー行ってくれ。ギギギギギギ、一枚一枚一枚もずるやん。あ、これめっちゃいいっすよこれ。あ、キョスキョトルネで僕のリンとこまで持って行ってマジアチで抜こうとしたんですけど、いやもうマジアチゴールデンやばすぎんこれ。だって意味わかんないでしょこの試合。お互いもうこれですかね、もうこういうデッキが今もうメインで換気いっぱいいるんで、まあ使えるようになっといた方がいいっすね。おー、なんかめっちゃかっこいいバッチついてんな。 YouTube だ、 YouTube は毎日当たんじゃん。さあよろしく。できるだけ低コスト足前ぶっぽして、いやマジですげえ当たり前ですこの環境。これ拾えてんじゃない。おい、なんかでもホームとかビジターとかっていうね、細かいなんかあれで左サイド拾える、右サイド拾えないがあるんですよね。よいしょ。さあこれはさすがにいっぱい射抜かしてちょうだい。ちょっとやばいかも。やばい、あってやばい。おおあ、危ない。ほねーマジで怖すぎるんだろ今の。よし、まあマジでチェリーちょっとやりすぎだったかもしんないね、序盤なんでね。無理せず行こう。さあこれも気をつけドリルの、今度は相手は墓石とかが入ってないユニットがいっぱいの方の気をつけドリルですね。いやマジでガチでやばいわ。環境偏りどころじゃないよね。お隣さん、うえやってくれるじゃないかよ序盤から。よ行くぜ俺だって。いや行きて、いやこれ待って、これバカですから絶対。俺はさすがにバカなんてやつです。バカでもちょっとやりたかったし。もうめっちゃいい。あ待ってやばい、うおうまいぞ。いいっすけどタグ変わった、たまたま。さあまあ強スキャドも基本的にインフで焦がしていこうぜ。うん、さあグッドゲームつってんな。相手の呪文はトレネタルですね。まあいっインフェでいっか。ゴルナイからましてもマジアチで抜かれるんでね。うん、さあまあこれは悪くないでしょ。よいしょー、ゴルナイ走ってこい、いってらっしゃい。サスケとバイスティとウッド削る。これマジ打ちの角度で、お、これは相手甘えて、こういうのはねワンチャン後ろに戻す用のドリルとかもあるんですね。気をつけよう、後ろに戻さなくても内側よるんや。行ってこい。いやこれ終わるじゃんこれ。いやーマジ打ちよ、マジ打ち、マジ打ちはげてる。おーい、いやいいね、
俺京介ドリルも今本当に強いんですよ。なんか強い強い言ってるんですけど本当に強いんですよ。もう最近インフレゲーなんで、マジインフレ化しまくってるんで、クラルはガチで強すぎるんですよ、デッキパワーが。まあそれを倒せるんで結構熱いかな、これは。さあ卵ボールさん、よろしく。チョコボールは好きだけどね。卵ボールってなんだ、 YSP 同じようなデッキですね。いやミラーもあるよ本当に。あー違った、スケファイスピロイホグはね、あー着陸か。そんなデッキ知らねえと思ったら危ねえ。知らんなんて言ったらもうね、え？あっちから知らんの？よいしょ。まあちょっと暇だし、ウッド打って。いやー、マジドリル前に飛ばしていけばある程度入るんでね。これ両方受けよう。さあまあこういうロイフグとかにはインフェがまあ腐っちゃうっちゃ腐っちゃうんですけども、まあ、言うて防衛では優秀なんでね。さあ、クエキブリー。マジでドリルは正面か外二択かな。さあまあさすがに置く。うい、いいっすよ、このいつ走るかね。一回走っただけでこんだけ入る。まあ別にマジアチョハイスピウッドで結構守れると思ってます、僕。守れんのかな。端前ファイスピ強いけど防衛ファイスピしちゃう。マジドリル飛ばす力からのタワーのスレスレぐらいで、よーい。さあドリルが、いやー一発も入んねえのか。うまいなっけ。あでもこれ、あうまいっすけ。いいカバーだな。まあ言うて次はインフェがあって、全然ファイスピが嫌だな。まあ、ゴルナイ、一旦ケツ出しとこうぜ、つって。これは延命した。走らして、ゴールデン。ナイツ。いや、フィーバーしてる、相手ミスってる、ミスってる。オーケー。ゴルナイの受けがね、意外とアチクイロイル少ないんでね。さあ、いいですね。無理して攻めるんだけど、一旦下からゴルナイ出したのもね、よかったかもしれない。まあでもドリルマジで飛ばすだけダメージ入りますからね。飛ばし毒カード。まあなんだろう。本当に。すごい。飛ばし毒。語彙力。ジジイ、オーケー。さあということで、まあインフェでもロイフグとかに戦えるなら絶対インフェの方がいいですね。ということでこちらのマジアチャドリルゴルナイ、ぜひ皆さんも使ってみてください。よかったらチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。まだ、ね。